ついに来たね。うん。ここが今回の映画のロケ地なのだな。準備始まってる。カメラも人もガヤガヤガヤってしてるよ。今回撮影する作品はミニシアター系だと聞いていたけれど、それでもこんなにたくさんのスタッフが動いているんだね。私も前に学校で映画を撮ったけど、やっぱり本物の現場は全然違うな。当たり前だけど、もう空気から本格的っていうか、ピリピリしてる感じがする。がぜん楽しみになってきたな。映画という新天地でも未来のスターとして。あ、天馬さんたちも初日から現場入りなんですね。お、その声は。おはようございます。お会いできて嬉しいです。お、バクノさんだ。こんにちは、ワンダホーイ。この度はお誘いいただきありがとうございます。バクノさん初の主演映画に花を添えられるよう、俺たちも気合十分で臨んでいきたいと思います。私たちはエキストラだし、参加も今日だけだけど、本格的な映画撮影に参加するチャンスなんて今までなかったし、頑張りたいな。ああ、そうだね。本当に声をかけていただいて感謝しています。精一杯やりますので、よろしくお願いします。そんなにかしこまらないでください。僕は皆さんにエキストラ募集をしていると話しただけですから。それに、僕自身、今日皆さんがいてくれて助かりました。正直ものすごく緊張してたので。確かに初めての映画出演で、それも主演ともなるとものすごいプレッシャーがかかりそうですね。ドキドキワクワクって感じだよね。いや、プレッシャーってそういう感情じゃないと思うけど。でも大鳥さんが言ってるような気持ちもないわけじゃないですよ。久しぶりの主役で緊張もありますが、映像っていう媒体は初めてですし、いつもと違う演技を勉強するきっかけにもなりましたから。いつもと違う演技？それは…そろそろ始まりそうだね。今の人って、今日撮る映画の監督さん、かな？はい、大原智美監督。まだ30代半ばで、映画監督としては若いですが、界隈で認められている実力者です。まだ知名度は高くないようですが、きっかけさえあれば、必ず出てくる監督だと言われているみたいですね。既存作品を何作か拝見しましたが、確かに登場人物の心情描写の繊細さは目を見張るものがありましたね。ああ、さよならに送る音やクジラの鳴く夜には良かったな。主人公たちの生き様に非常に胸を打たれた。内容もすごく良かったけど、映像自体綺麗な映画が多かったよね。ああいう映画を撮る監督の作品に参加させてもらえるのは光栄だな。でも、ちょっと言いにくいんですけど、大原監督は制作に対して熱くなりすぎてしまうところがあるようで。熱くなりすぎる？はい。役者やスタッフに無茶な要求をしたり、結構乱暴な言い方をしてしまったりすることが多いそうなので、皆さんも心構えはしておいた方がいいかもしれません。でも
作品自体はいいものになるので、最後まで監督についていった人たちからの信頼はとても厚いみたいですよ。そうなんですね。いいものを作りたいという思いが行き過ぎてしまうタイプということか。褒められたことではないけれど、その気持ちは少しわかるな。まあ何にせよ、俺たちは俺たちの全力を披露するまでだ。そうだね。学べるところは学んで、次につなげていきたいな。私も映画がどうやって作られてるのかをいっぱい勉強したいな。おじいちゃんもライリーさんと映画作ってたし、だから今日はいっぱい自分へのお土産を持って帰るつもりで頑張るよ。皆さんの話を聞いてたら、なんだか勇気づけられちゃいました。僕も撮影頑張ろうと思います。あ、そろそろ呼ばれると思うので、終わったらまた。はい、本番前で忙しい中声をかけていただいてありがとうございました。監督が言ってた時間から考えると、あと5分くらいでリハ開始かも。じゃあ私たちもそろそろ準備しなくちゃかな。でも準備って何すれば。ちょうどお呼びがかかったね。シーン15といえば俺たちの登場する場面だ。ついにこの時がやってきたな。行くぞみんな、最高のエキストラとして映画史に名を残そうではないか。わーい、歴史に残っちゃおう。いや、エキストラで歴史に残るって。実際今日は本当に今までにないいい経験ができそうだ。何せあれだけ繊細な作品を作る監督の演出が間近で見られるかもしれないんだからね。それに普段は舞台をメインにしているバクノさんの演技にどんな指示を出すのかも気になる。演出家として学べることがたくさんありそうだね。気合を入れて向かったはいいが、シーン15の撮影はまだだったな。簡単な立ち位置の確認だけだったね。つい気持ちがせいてしまったね。一度落ち着いて僕たちの出番に備えようか。それにほら、いよいよ撮影が始まるみたいだよ。始まりの始まり、クランクインっていうやつだよね。楽しみだな。あの話がどう映像になっていくのか考えるだけでワクワクするぞ。そうだね。今回の作品のタイトルは日陰に咲く花。人生に楽しみもなく凡庸に生きていた主人公の勝之が、突然目の前に現れた生き別れの姉を名乗るはじめと出会い、心に彩りを取り戻していく。繊細な心情描写が必要とされる作品なだけに、どう撮っていくのかが気になるね。うん、確か最初は主人公が家でゴロゴロしてるシーンから始まるんだよね。あら？でもよく考えたらそれってここじゃ撮れないような。誰？やっぱりこのシーンってお話の最初のとこじゃないよね。もう少し先のところから始まって。って、そう
って最初から撮らないんだっけ？ああ、M 君は撮影の順番が台本通りじゃないことに引っかかってたんだね。普通なら、というか、いつもの俺たちならば台本の頭から順番に芝居をやっていくからな。映画は同じ場所のものはまとめて撮ることが多いもんね。何度も役者のスケジュールを抑えるのも、ロケ地の手配も大変だから。ってことは、今日撮るのは今私たちがいる横浜が舞台のシーンってことだよね。そうだね。今バクノさんがやっていた姉を名乗る人物と初めて出会うシーン7と、僕たちが出演する予定のシーン15、そして終盤、姉が姿を消した後に主人公が探しに来るシーン72の3シーンかな。そう考えると映画の撮り方って独特だよね。一気にシーン7から72まで飛ぶなんて。ああ、前後関係なくシーンが序盤からクライマックスまで飛ぶことがある。となると役者もシーンに合わせて感情を調整しなくてはならないんだな。そういうことになるね。例えば今撮影していたシーン7、克行は突然現れた姉を名乗るはじめに対して警戒、不審の感情を持っているけれど、おそらくこの後に撮る72でははじめを心配して探しに来ているほど仲を深めている状態だ。だからバクノさんは各シーンで克行がどんな状態なのかを考えながら演じなくてはいけないし、後日また別のシーンを撮るときは今日撮ったシーンと感情の食い違いが出ないように演技する必要があるんだ。それってすごく難しいはずだよね。ああ、想像以上に大変そうだな。早速二人にとってはいい刺激になったみたいだね。いや、二人だけじゃない。そっか、ロケ地とか役者さんのスケジュールとか考えることがいっぱいあるんだな。 M 君もこのシーンの克行はまだ人間として未熟で、自分を顧みるよりも世間を恨んでいる。なら予定通り話し方は粗雑に、でもニュアンスは。バクノさんにとっても今回は大きな挑戦だろう。僕ももっと積極的に学んでいかなくてはね。みんな、お疲れ様。お疲れ様。あっという間だったけれど、実りのある一日になったね。光の当て方一つとっても創意工夫があって面白かったよ。私も撮影の流れとか必要なスタッフの数とか教えてもらえてすっごく勉強になったよ。それにみんなもエキストラ上手にできてたね。そうだな、みんなはうまくやっていたな。司ってばまだ落ち込んでるの？それはそうだろう。この日のためにしゃがんで花をめでる青年 A を何度も何度も練習してきたというのに、いざ本番になったら虫が俺の手を張っていて、ついビクッとなってしまい、俺のせいでリテイクになるなんて一生の不覚。今日のことはこの先決して忘れることはないだろう。大げさなんだから。司くんの虫嫌いに拍車がかかりそうだね。しかし本当に一日だけでは物足りないと思えるほど貴重な体験だったな。欲を言えばもう少し現場にいさせてもらいたかったけれど。皆さんお疲れ様でした。バクノさんも初日お疲れ様でした。シーン7と72の主人公
克行がお姉さんに向ける表情、全然違ってて、本当にすごかったです。私も最初あんなにツーンってしてた克行くんが、どうやってあんなに幸せな顔になっていくのかなって、この先がすっごく楽しみになっちゃいました。そう言ってもらえて安心しました。最初は少し硬くなってしまっていたので、不安だったんですけど。でも監督に指摘された後、すぐに修正されてましたよね。さすがの対応力だと思いました。私たちも見習いたいねって話してたんです。司も。この声は。大原監督。はい、そうなんです。それで、この映画のエキストラのことを教えていただいて。今日参加させてもらえて、とってもいい経験になりました。ありがとうございます。それは、俺たちにとっても学びの場所になるし、願ってもない話ですが。本当にいいのでしょうか。僕たち、映像スタッフの経験はないので、ご迷惑をおかけするかもしれませんが。うわぁ！だったら私、やってみたいな。映画がどうやってできるのか、とか。私も参加させてもらえるならしたい。もっと役者さんたちの演技を近くで見たいし。そうだね。僕も映画の演出のことを学べるいい機会だし、次の劇団に行くのもまだ少し先だ。本当にお言葉に甘えさせてもらっていいのでしょうか。わかりました。はい。まさか、こんなことになるなんてね。天が俺たちに味方しているようだな。この調子で明日から様々なことを吸収していくぞ。うん、せっかくの機会だ。無駄にしないように気を引き締めたいね。わあ、すごいすごい。この人が犯人だったんだね。リン、全然気づかなかったよ。ミクもびっくりしちゃった。あんなに仲良く話してたのにね。この人が犯人ってことは、途中で主人公とニコニコ話してたのも嘘ってことなんだ。わあ、リン、あのシーンもう一回見たくなってきちゃったよ。つづ、リンってば、みんなが持ってきてくれた映画にすっかり夢中ね。だってだって面白いんだもん。最後の方の犯人を車で追いかけるとことか、すっごい迫力でドキドキしちゃったよ。あそこは実際に道路を封鎖してアクションを撮ったらしいね。え、そうなの？じゃあ、あの
CG を使う手法もあるが、この作品はリアルだったらしいな。そうなんだ。ショーとは違う方法でお話を表現してるんだね。そんな映画を撮るスタッフさんになるなんて、みんなすごいな。本当よね。前にめめちゃんが映画を作った時も驚いたけど。あれとは全然違うよ。今回のは本物のプロの人たちとやる感じだし、機材とかスタッフの人数とかもすごい規模だったから。そうなんだ。すっごく気になってきちゃった。本物の映画の撮影ってどんな感じなのかな。そんなに興味があるならこっそり見に来るのはどうだい？え？いいの？凛たちにとってもまたとない機会だろうしな。でも来るときは周りの人にバレちゃわないようにしーだよ。うん、ありがとう。じゃあ今度こっそり見に行かせてもらうね。それにしてもスタッフとして参加させてもらうことになるなんて本当にラッキーだったね。そうだね。まだどういう仕事をするのかはわからないけれど、ご好意で誘ってもらった以上半端な仕事はできないから頑張らねばな。私もモリモリやるよ。力仕事は得意だから。みんな頑張ってね。ミクも応援してるよ。完成するの楽しみだな。ありがとう、みんな。いい映画にできるよう頑張ってくるよ。ふう、スタンドはこの位置でよしと。僕たちが手伝いを始めてからそろそろ2週間くらいになるかな。映画の制作自体は順調に進んでいるけれど。あ、はい、指定のところに置きました。すみません。また怒られちゃった。お疲れ様。バクノさんから聞いてはいたけれど、監督の人使いの荒さは想像以上だね。簡単な仕事と聞いていたが、大道具の運搬に突然の撮影許可取りに割とハードなことをさせられているな。そうだね。ねねちゃん、どうかしたの？いや、実は噂で、私たちが誘われた日の前日に何人かアルバイトが来なくなっちゃったって聞いて。なるほど。監督の人使いの荒さに耐えられなくなったのかもしれないな。つまり俺たちはその穴埋めに呼ばれたということか。まあそうだろうね。え、ルイ君分かってたの？僕たちを誘ってくれた時に監督が言った、つい最近人手が足りなくなったという言葉が少し引っかかっていてね。制作の最中に人手が足りなくなるなんて、おそらく何かトラブルがあったんだろうと思っていたんだよ。それならなぜ最初に言ってくれなかったんだ？確証はなかったからね。それに僕たちが誘いを断る理由はないと思ったんだよ。みんなもこの数週間を通して経験できたことがたくさんあるんじゃないかな。確かに仕事は大変だけど、勉強になってることはかなりあるかも。間近で俳優たちの演技やそれに対する指導が見れるしな。私も視
タッフさんに撮影の流れとか、そもそも企画がどうやって立ち上がってるのかとか、いっぱい教えてもらったよ。そう考えればこの時間も決して無駄ではないということか。よーし、そうと分かれば仕事に戻るぞ。次のシーンの準備をしなくてはな。そうだね、ねねちゃん、私たちもお弁当チームのお手伝い行こう。うん、それじゃあまた後でね、ルイ。あ、またね。さて、僕も持ち場に戻らないと。午後の撮影に使う小道具の確認。次のシーンが終わったら休憩だから、それまでに片付けておこう。早く終わらせておけば、休憩の時に話を聞かせてもらう時間が作れるからね。本当は、監督の隣について、演出について勉強したいところだけど、この状況で、そこまで望むのは贅沢かな。あ、いえ、これが最新の台本です。さっき僕が置かせていただきました。はい、なので、元の台本と一緒に閉じ直しています。前の演出と比べられると便利だと思いまして。不要でしたら完全に新しいものだけにしますが。はい、それでは僕はこれで。やっと休憩か。予定より2時間くらい押してるけど、休憩を取る時間があるってことは順調な方だね。さっき撮ったシーンはただ買い物をするだけの場面だけれど、演出によってかなり印象が変わったな。冒頭では薄暗く陰気な雰囲気に見せていたスーパーを、このシーンでは照明をすべて使って明るく描いていた。そうすることで、初めと出会ったことで変わった克行が前向きになっていることが画面から感じ取れる。こんな風に登場人物の感情の変化を描くなんて、さすがは大原監督だな。この期間中にもっとこういう技術を吸収していきたいけれど。監督、どうかされましたか？え？はい、お願いします。なるほど。当たり前かもしれませんが、撮影現場で見ているのとカメラを通して見るのとではだいぶ雰囲気が違いますね。カットによって視点が違うからでしょうか。視点の使い方、映像は舞台よりも
制作側で視点をコントロールしやすいということでしょうか。確かに。いえ、むしろもっと具体的なテクニックを教えていただきたいです。僕がやりたいのは、誰もが垣根を越えて楽しめるショーです。その夢を実現するために、あらゆる媒体の演出を知りたいと思っています。なので、発想や考え方の引き出しはどんな分野のものでも吸収したいと思っています。監督の知っている手法を全て教えてください。ありがとうございます。精一杯学ばせていただきます。こっそり様子を見に来たけど、なんだかルイ君、監督さんと仲良くなってるみたい。すっごく順調だね。明日からもみんなのこと応援しに来ちゃおう。お疲れ様でした。僕も見せてもらってもいいでしょうか。構いません。それより演出を学ぶことの方が重要なので。前に別のシーンで使っていた方法でもありますが、明暗でしょうか。ここのシーンの克行とはじめは交流を始めた序盤で、まだ関係性は薄い。とすると、はじめを逆光になる位置に立たせて、克行視点でまだ得体が知れないものではありつつ、この先に光があることを暗示する、など。環境、天気やこの場所を使うということでしょうか。確かに僕たちがやっていたステージも屋外だったので、それを生かした演出をつけたりはしていましたが、映像にも適用するとなると、よかったな、ルイがちゃんと演出の勉強をさせてもらえて。助手をすることになったなんて聞いて驚いたけど、なんかすごく様になってるみたい。監督さんとルイ君のタッグで映画がもっといいものになったらいいね。助手として監督の隣について、まだ日は浅いけれど、それでもかなり知識の幅が広がった実感がある。やはり実践に勝るものはないね。クランクアップまで
もうそんなに長くはない。最後まで全力でやっていこう。ついにこの日がやってきたな。クライマックスシーンの撮影が。わー、だからみんなキリッとしてていつもと違う感じなんだね。今日の撮影は夜まであるようだし、今までよりも長丁場になりそうだね。宿泊ありなのも初めてだもんね。明日も早朝から海で撮影だし、結構ハードな2日間になりそう。しかし、メインは何といっても今日の午後一の撮影だな。空港での主人公とお姉さんのお別れシーンだよね。リン、このシーンに一番楽しみだったんだ。いいシーンだよね。最初の頃の勝之くんとここの勝之くん、本当に全然違ってて、はじめちゃんのことこんなに大好きになったんだって思うと胸がキュッてなっちゃうよ。そう、この作品の一番の盛り上がりはこのクライマックスのシーンだ。物語冒頭、夢も希望もなく、ただ働き続けるだけの毎日に主人公の勝之は生きる気力を失っていた。だがそんな彼の前に生き別れた姉だと言って自由奔放で明るい女性のはじめが現れ、二人は共同生活をすることになる。天真爛漫なはじめと交流することで勝之はやがて人生に楽しさを見出し始めるが、突然はじめが黙って勝之の元を去ろうとする。それに気づいた勝之が追いかけてくるのがこの場面だ。姉のはじめは本当は病気で、お医者さんにあと半年の命だって言われてるんだよね。ああ、だから残された時間でやり残したことをしたいと生き別れた弟の元を訪れたが、思った以上に仲良くなってしまって離れがたくなってしまった。はじめちゃんは自分がいなくなったら勝之くんが悲しむからって、勝之くんに黙っていなくなることを決めたんだっけ。でも勝之くんはそのことを知らなくて、なんで勝手にいなくなっちゃうのって喧嘩になっちゃうんだよね。ああ、ここは二人が積み上げてきた関係性が一気に崩れて、勝之の心が大きく乱れる場面だ。それに今まで彼が感じたことのない行かないでほしいという感情があふれ出す。役者としてもかなり難しいシーンだよね。勝之の繊細な感情をどう表現するのか。確かにここは漠野さんの演技が楽しみだ。監督も漠野さんに主演をオファーしたのはこのシーンの演技が彼に合うと思ったからだと言っていたし。そろそろ始まるようだな。それじゃあ僕は監督のところへ行ってくるよ。うん、頑張ってね、レイ君。バクノさん、すごく真剣だね。まあ、あの表情、すでに役に入っている感じだな。どんな演技を見せてくれるのか楽しみだが、こっちまで緊張してきたぞ。まずは姉のはじめが搭乗ゲートに向かうカットだ。歩いているはじめ、しかしふとハンカチを落とす。そこでまた別カット。はじめがハンカチを拾うと、その視線の先に。
お前は、全然お前らしくないよ。どうして何も言わずに消えようとするんだ。俺はまだ、何も聞いてない。お前がどうして俺の前に現れたのかも、まだ聞いてないのに。で、そんな勝手なこと、勝手に現れて、勝手に人の心に踏み入って、本当は、どうだっていいんだ。お前の事情なんかより、俺は、やっぱり、うまい。このセリフをこんな風に演じてくるなんて。俺だったら、勝手に自分の前から消えた姉に対する怒りの感情を強めに出して演技をしていたはずだ。けれど、今の爆野さんの演技からは、克行が抱いているのが怒りだけではないということが伝わってくる。やはり、このシーンのために起用したというだけあって、爆野さんの演技は役にとてもハマっている。けれど。はじめ。本当は、はじめって名前も違うのかもな。俺は、お前のこと何も知らない。本当に、何も。監督も感じているようだ。このシーン、何か、妙に引っかかる。濁流のような感情が。それは。確かに今の爆野さんの演技には、前に春明座で見た時のようなインパクトはない。けれど、それはきっと。確かに。僕は意図的にいつもと違う、舞台の時よりは抑えた演技をしています。舞台の演技は客席の後ろの方まで届けるために、身振り手振りや声の出し方が少し大げさです。だからいつも通りやってしまうと、映像の演技としては浮いてしまうと思ったのですが、もう一度やらせてください。今の監督の話から、調整できるところは調整して。次は、決められるようにしますので。マクノさん。これでどうでしょうか。すみません。それなら、もう一度調整して。それはそうかもしれませんが。どうにかならないのかな。このままじゃこのシーンは。
ました。確かに、それが賢明かもしれない。せっかくのクライマックスシーンを消化不良で終わらせるのは、ここにいる誰一人納得できないだろうし、明日まで時間がもらえれば、監督のイメージ通りの映像が撮れない原因を突き止められるかもしれない。バクノさんもこの気持ちのまま次の撮影に移るのは辛いだろうね。とはいえ監督の言う通り、このまま撮り直しても解決する気がしない。タイムリミットは明日か。僕も撮影の時間までに原因を考えてみよう。お疲れ様でした。後半はなんとか取り切れたね。みんな、お疲れ様。海での撮影、すっごく順調だったね。ああ、バクノさんもうまく切り替えてくれてよかった。監督もいいものが撮れたと喜んでいたよ。そうだな。今日は特に複雑な感情を表現するシーンが多かったが、すぐにその場面に適応できていて、改めて演技力の高さを感じたぞ。さすがバクノさんだったよね。つながりのないシーンでもピョーンって飛んでぴったりな演技ができるなんて。でもまだ明日もあるから張り切っていかないとね。結構朝早くから集合だし、午後には例のシーンも撮り直すから。今日のお昼にやってたクライマックスのとこだよね。すごく難しそうだったけど、明日はうまくできるのかな。そうだね。噂をすればバクノさんではないか。ああ、皆さん今日もお疲れ様でした。いえ、バクノさんこそお疲れ様です。かなり長丁場でしたが大丈夫でしたか。ええ、全然大丈夫ですよ。普段の稽古も朝から晩までやることが多いですし、ただやっぱり慣れない分難しいですね。バクノさん、よかったら少し気晴らししませんか。僕たちも食事がまだですし、差し支えなければご一緒に。ルイ君、ナイスアイデアだよ。今日泊まるホテル、ローストビーフが美味しいって書いてあったよ。私、楽しみにしてたんだ。へえ、それはいいですね。でも、すみません。今日はやめておきます。明日までに演技の方向性を考えておきたくて。皆さんはお食事楽しんできてください。明日感想とか聞かせてもらえると嬉しいです。それじゃあ僕はそろそろ行きますね。おやすみなさい。あ、行っちゃった。やっぱりあのシーンのこと気にしてるみたいだったね。根を詰めすぎていないといいのだが。僕もあれから考えてみたけれど、まだしっくりくる答えにたどり着かない。監督と相談して、画角やカットを調整したりもしてみたけれど、結局これだと思うものはなかった。他に考えられる原因があるとしたら、何が？監督さんも
ご飯食べないであのシーンのこと考えるみたいだね。すまない。僕もちょっと行ってくるよ。そうですね。どういうカットを挟んでもシーンの印象自体は変わらなそうです。そうですね。ここは登場人物の感情が大きく動くシーンなので、画面に情報を持たせず役者の演技に集中させた方がいいかと。おお、今日もまた千枚ところでやってんね。え？また低予算なの？好きだね、ともみちゃんは低予算が。お宅のスタッフさん捨てにちょっとね。で、俺も近くで仕事あったから寄ってみたってわけ。この人、監督の知り合いか？ずいぶん親しいみたいだけれど。そうだったんですね。はじめまして、上白瑠衣です。監督の助手として手伝いをさせてもらってます。へえ、そうなんだ。若そうなのにすごいね。こいつも？この人も舞台の演出をしているのか。っていうか、これが今回撮ってる映画？またなんか地味そうなのやってるね。人の心に踏み入って、本当はどうだっていいんだ。お前の事情なんかより俺は。へえ、バクの歴か。面白い役者に目をつけたじゃん。確か映画初めてだよね。なかなか豪快な人だな。もっとも、こういう人じゃないと監督とは付き合えないのかもしれないけれど。はじめ。本当は、はじめって名前も違うのかもな。俺は、お前のこと何も知らない。本当に、何も。ん？なんだ、急に、表情が。このシーンは、これで完成？ま、そうだろうね。ともみちゃんがこのまま出すと思えないし。そうだね。俺だったら、もっと、バクの歴に合わせて作るかな。
バクノさんに合わせて作る。まあまあ、そんな深刻にならないでよ。これは俺個人の感想だからさ。それにともみちゃんのことだから、クランクアップにはいいものになってるんじゃない？じゃ、俺はこの後打ち上げあるからさ、また来るよ。バクの歴に合わせて作る。さっき監督が言っていた通り、この映画は主役にバクノさんを指名している。バクノさんありきの作品だ。だから企画の段階からそういう風に作られているはずだけれど、あの表情、何かに気づいていたような。僕たちもまだ気づけていない何かに。もう午前の撮影は終わりか。この休憩を挟んだら例のシーンの撮影になってしまう。もっとバクの歴に合わせて作るかな。あの言葉が引っかかって今までの映像を見直した。今回の映画で撮影したものだけじゃない。加藤さんにお願いして今までバクノさんが出演した舞台の映像も送ってもらったけれど、まだ明確な答えにはたどり着けていない。一体何が足りないんだ。あの人が気づいていたこと。ルイ君、大丈夫？リン君、どうしたんだい？昨日から眠ってないみたいだから大丈夫かなって。あ、クマもすごい。やっぱりちゃんと寝た方がいいよ。見られていたんだね。でも大丈夫だよ。それよりも今答えを出さなければ。おお、ルイ、それにリンも一緒にいたのか。みんな。あれ、司くん、なんか大きな袋持ってるね。これは俺たちとルイのための弁当だ。おや、僕のものも持ってきてくれたのかい？休憩終わったら空港に移動して例のシーンの撮影でしょ。なら今のうちにちゃんと食べておかないと。いっぱい食べたらいいアイデアも浮かぶかもしれないしね。というわけで、ルイにはボリューム満点焼肉弁当だ。最後の一つを取ってきたんだからな、ありがたく思え。確かに今僕に必要なのは栄養かもしれないね。ありがとうみんな。わー、今日はみんな違う種類のお弁当なんだね。ねねちゃんは和食で、Mちゃんは洋食で、司くんはサンドイッチだ。こうやって自分が好きなお弁当を選べるのって嬉しいよね。確かにな。普通に考えれば一種類の弁当を発注するだけで良さそうだが、スタッフも多いから好き嫌いもあるだろうし、それぞれの好みに合わせた弁当を選べるように工夫されているのだろうな。それぞれの好みに合わせて。あ、私いいこと思いついた。お弁当の種類を選べるのも嬉しいけど、もっと細かく選べたらもっと嬉しいんじゃないかな。どういうこと？例えば
ルイ君のボリューム満点焼肉弁当ってお肉もだけど野菜もモリモリモリって入ってるでしょ。でもルイ君は野菜食べられないから、もし野菜抜きにできたらルイ君にぴったりのお弁当になるなーって思って。私は今野菜モリモリパクパクしたい気分だから、お肉より野菜の方がいっぱい欲しいな。それじゃあ焼肉弁当じゃなくなるでしょ。っていうかバイキングと変わらなくない？それぞれの好みに合わせてぴったりのお弁当に。そうか、そういうことだったのか。ルイ君？もしかして何かわかったの？ああ、例のシーンがうまくいかなかった理由、やっとつかめた気がするよ。え？僕は監督と話をしてくる。みんなはここで食べていてくれ。あ、ちょっと。もう、しょうがないんだから。なるほど。二人とも、お話し中すみません。いえ、例のシーンのことです。どう調整すれば、監督のイメージに近づくか、わかったかもしれません。え？上白さんもですか？もっということは。問題は台本にある。そうですね。特にこのクライマックスのシーンは原作の雰囲気を壊さないように小説で描写されていたままのセリフが書いてあります。はい。とはいえセリフ自体が悪いわけではありません。実際このセリフでもシーンとして成立はしていました。もし他の役者がやるのであれば、このままでも問題なかったはずです。ただ、克行役が幕野さんなら、もっといいものにする方法がある。なので、原作のイメージを大切にするならば、ここはむしろ幕野さんの表現力に合わせたセリフに、幕野さんの表現力を最大限に発揮できるセリフに作り変える必要があると思っています。監督？ルイ君、あの後帰ってこなかったな。例のシーンを少し変更したって話は聞いたけど、あれでどうやって解決するつもりなんだろう。わからないが今は。監督とルイを信じるだけだ。
んで、そんな勝手なことを。勝手に現れて、勝手に人の心に踏み入って。本当は、どうだっていいんだ。お前の事情なんかより、俺は。最初にやった時よりも感情が乗ってる。それも舞台演技にならない程度に、自然に。でも、シーンの印象が大きく変わったって感じじゃない。やっぱり。問題はこの先なんだ。はじめが、克行の言葉を受け止めて。ここだ。ここから先は変更を加えられたところ。克行のセリフをすべてなくしたところだ。僕が考えついたのは、台本のセリフを変えて、バクノさんという役者に会うように変更した方がいいということだけだ。でも、監督はセリフを変えるのではなく、セリフ自体をなくしてしまうという方法を取った。本当は、はじめって名前も違うのかもな。俺は、お前のこと何も知らない。本当に、何も。この三セリフは、本来なら必要なものだ。これがなければ克行の心情が伝わらず、見ている人たちの共感を得られなくなってしまう。けれど。はじめ。表情、セリフがないのに、会った時より胸がキューってなる。うん。それに、表情だけじゃない。息の使い方、肩の落とし方、そういう繊細なところで、克行の悲しみとか、自分の感情への戸惑いも表現してる。監督が濁流のような感情と言っていたのが、とてもわかるシーンだな。この役は本当に、バクノさんにしかできない。まさか、こんな風にバクノさんという役者を生かす方法があるなんて、やはり、大原監督はすごいな。本当に、この期間で思い知らされた。この方法を思いつかなかったことは悔しいけれど、不思議と晴れやかな気持ちだ。演出というものは、やっぱり面白い。たくさんの手法がある。僕の知らないことが、まだまだたくさん。これからも、知っていきたいな。僕にはまだ見えていない世界を。そういえば、あの人は何者だったんだろう。あの人の言葉がなければ、監督も僕も解決法を思いつくことができなかった。名前だけでも聞いておけばよかったな。面白かったね、みんなで作った映画。まだ仮編集の状態ではあったけど、試写会より前に見せてもらえるなんて、スタッフとして参加できてよかったな。今まで関わってきただけに感動もひとしおだな。この後映画館で公開されるのが楽しみだね。リンも見れて嬉しかったな。みんな連れてきてくれてありがとう。リンもほぼ毎日見に来てくれてたから、思い入れがあるよね。リン君には励まされたよ。最後の方は心配かけて、すまなかったね。ううん、それより、ルー君が納得できるものができてよかった。リンね、
最初は映画作るなんて楽しそうって思って、それだけでみんなのこと見に来てたんだ。でもみんなが一つ一つのシーンを少しでも良くなるようにって一生懸命作ってるのを見て、映画作りって本当に大変なんだなって、楽しいだけじゃないんだって分かったの。リン、でも大変だからこんなに面白いものが作れるんだよね。そう考えたらますます映画って素敵だなって思ったよ。僕たちの働きを見てそう思ってもらえたなら光栄だよ。へへへ、早くミクたちにも見てもらいたいよね。いつみんなで見れるようになるのかな。ああ、よかった。皆さんまだここにいた。バクノさん、監督。僕に、ですか？お礼を言われるようなことは何も。最後の演出を思いついたのも監督ですから。いえ、上白さんは監督と一緒に問題に本気で向き合ってくれました。正直、あの時お二人から話をもらうまで、本当に焦っていたんです。僕のせいで映画のクオリティが落ちるかもしれないって。でも最終的に僕の力を引き出すような演出をつけてもらえて、本当に最高のシーンに仕上がったと思っています。本当に、ありがとうございました。おかげで僕も、改めて自分の演技に向き合うことができたし、成長する機会にもなりました。バクノさん、こちらこそありがとうございます。僕も今回のことで演出家として成長できました。それに監督も僕にこのような機会をくれたこと、本当に感謝しています。本当にお世話になりました。はい、皆さん本当にありがとうございました。あ、そういえばこの前特刊で編集をしている時に来ていたご友人は、愛を逃してしまったな。彼の件はまた今度連絡して聞いてみることにしよう。なーに、そんなとこで黄昏れちゃってんの。ひどいね。仮編集終わったから見に来いって言ったのは君の方なのに。あらら、そうなの。まあでも優しいともみちゃんならわざわざ足を運んでくれた友達のためにもう一度見せてくれるよね。いいじゃん。せめてこの前見たシーンがどうなったかだけ。十分十分。どれどれ。はじめ。ここは変えてないのか。
だとしたらどこで。このシーン、セリフなくしたんだ。へえ、俺の言葉の意味考えてくれたってこと？なんだか悪いね。髪白？ああ、そういえば、そんなのもいたような。まあでも、今思い出したよ。その上白くんって子、俺の言葉を理解してくれてたんだ。へえ。そっか。